まずは、はい、8月1日に東京ドームで開催される読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦でのコラボレーション企画の続報ピコ。試合終了後には、はい、野豪が登場するイベントをグラウンド上で観覧できる。え、グラウンド上ですか？はい、どこか席ではなく、はい、そんな特典がついたチケットも販売予定です。マジピコか。野豪を、野豪がグラウンドにまずいる。そこに行けるんですね。そうそうそう、ヤホーがグラウンドにいて、さらにそのグラウンドに一緒にいられるという。え、ファンミーティングみたいな。ヤホーさん、やっぱ人気者だな。ヤホーのイベントやないか。なるほどな。はい、グラウンドではヤホーのノーバンチャレンジ企画を間近で、あれ、ノーパン、バーで合ってます。何言ってるんですかね。もう一回、はい、どうぞ。ノーパンチャレンジ。微妙だったな今。誰が見たいですか。誰が見たいでノーパンで。みんなで囲んでノーパン。ノーパンチャレンジはちょっとまずいかもね。みんなノーパンで来たんですよ、みんなは。やばすぎる。ヤゴーのノーパンチャレンジ企画を間近で見ることが。間近でノーパン、まあノーパンだったら見たいですけど、ちょっともう一つの方は間近では。A のノーパン見たいってこと。ノーパン